常連の皆様です。毎常連の皆様、ご準備をお願いいたします。今回清瀬初登場となります高円寺勉強会所属の毎常連、1993年に創立いたしました毎常連は、昨年総連25周年を迎えていらっしゃいます。その記念公演では検証という言葉をテーマに行われ、圧倒的なパフォーマンスで多くの観客を魅了いたしました。蝶のごとく華麗に舞うをモットーに、独創的な演舞を追求し、常に進化を続ける毎常連の皆様です。伝統を重んじ、所作の美しさを追求する、そして今日はこの清瀬一日限りの蝶の舞を清瀬の皆様にお楽しみいただきたいと思います。それでは皆様、ご準備はよろしいでしょうか。それでは皆様ご覧ください。舞蝶劇場の開演です。
ている舞長連の皆様でした。どうもありがとうございました。今回清瀬のお祭り初登場ということで、皆様いかがでしたでしょうか。舞長劇場お楽しみいただけましたでしょうか。